皆さんこんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオはみんなの日本語大課でやっぷんゆとみんなの日本語の34課の音読です。単語、文型、例文、練習 ABC と問題の7番を読んでいきます。教科書を読むだけですが、このね、イントネーション高いところ低いところとか、例えば助詞ですね、そうですかとかねとか、助詞の読み方とか、あのネイティブの、ね、スタイルとか、それから会話のところは普通形に変えたりしますから、あの普通形になったらね、日本人がネイティブの日本人がどのように話すかとか一緒に練習してみましょう。では、教科書ここですね。この単語からいきます。今回はの多形ですね、ターフォームね。あの多形をよく、多形と内形をあの使いますから、あの単語、動詞を読むときには多形と内形に変えていこうと思います。じゃあ一緒に頑張っていきましょう。いきます。1番からね。あ、34課、私がした通りにしてください、ね、1番、磨きます、歯を磨きます、磨いた、磨かない、組み立てます、組み立てた、組み立てない、折ります、折った、折らない、気がつきます、忘れ物に気がつきます、気がついた、気がつかなかった、気がついた、気がつかない、わからなくなった。次いきます。5番、つけます、醤油をつけます、つけた、つけない、見つかります、鍵が見つかります、見つかった、見つからない、質問します、質問した、質問しない、刺します、傘を刺します、刺した、刺さない、スポーツクラブ、お城、説明書、図、線、矢印、黒、白、赤、青、紺、黄色、茶色、醤油、ソース、お客さん、か、ゆうべ、さっき、茶道、お茶を立てます、先に、のせます、これでいいですか、いかがですか、苦い、親子丼、材料、分、グラム、こ、玉ねぎ、1/4、調味料、適当な大きさに、鍋、火にかけます、煮ます、煮えます、丼、立ちます。このチャプターでよく質問があるのはね、これですね、6番のね、見つかりますですね。これはこれね、見つかりますね。でね、見つかりますはの自動詞ですね。これは例えばね、何かがね、あのなくなった時に探しています。そのね、 look for something はの探しますです。私の携帯はどこですかってね、で探します。そしてあの found my mobile ね、 I just found it で、携帯を見つけました、これ他動詞、携帯を見つけました。自動詞にすると携帯が見つかりましたとなります。意味は同じね。そう、あの my mobile was found、 I found my mobile、 同じ意味です。他にはあまり質問が、19番のね、紺はあの日本の中学校や高校の制服、ユニフォームね、制服の色です。 very very like dark blue だね。ネイビーより暗いかな。 very dark blue ね、日本の人は紺色好きですね。他にはね、そんなに質問は普段はここはないのですが、
あ、よく間違うの、これね、27番のさっきは刚才ね、 just before です。じゃあ先に、先はの先生の線の字ね、先には首先 first do something、 先に、例えば、晩ご飯を食べるとき先にスープを飲みます。さっきはちょっと前の時間ですよね。使い方違います。別々の単語ですから気をつけてください、これでいいかな。じゃあ次はね、文型と例文読みますね。文型例文ですね、読みますね。文型、先生が言った通りに書きます。ご飯を食べた後で歯を磨きます。コーヒーは砂糖を入れないで飲みます。簡単にちょっと文法チェックしましょうか。これ見てください。でね、まず文型の1番は他通りに、この通りにはね、同様に、 in the same way、 同じようにの意味ですね。同じようにですね、の例えば follow 先生's instruction、ね、先生がと、例えば言った通りにとか、先生がした通りにします。名詞でもいいですけどね、説明書の通りにとか辞書の通りにとかね。で、他後で、他後で after だよね。 after でのもう一つは手形使うね。手からと他後では同じです。それからないで without とか instead ね、何々しません。例えばね、私は今、そうですね、今の夜遅い時間ですが、の寝ないで、 without sleeping、 寝ないで YouTube のビデオを撮っています、ね、そう、この、ね、教科書に早く、ね、ビデオを全部撮ってしまいたいから、ね、ちょっと最近頑張っています。さあ皆さん、ね、頑張って撮っているので、ぜひ一緒に勉強してください。ちょっとこれなんかね、なんていうんだろう、普通のなんかガウンみたいな感じなんですけど、ね、ちょっとすぐ動くよね、まあいいか、こうカーディガンみたいな感じですね。じゃあ次行きましょう。例文読みます。例文、これは新しいロボットです。どんなロボットですか？人がした通りに何でもするんです。このテーブルは自分で組み立てるんですか？ A、 説明書の通りに組み立ててください。ちょっと待ってください。醤油は砂糖を入れた後で入れるんですよ。はい、わかりました。仕事の後で飲みに行きませんか？すみません、今日はスポーツクラブへ行く日なんです。友達の結婚式に何を着て行ったらいいですか？そうですね、日本では男の人は黒か紺のスーツを着て白いネクタイをしていきます。これはソースをつけるんですか？いいえ、何もつけないで食べてください。最近エレベーターに乗らないで階段を使っているんです。いい運動になりますね。私もなんかエレベーターより本当はダメだけど、エレベーターよりエスカレーターに乗ってエスカレーターを歩くの好きですね。なんか短期なんだろうね、彼のショートテンパーなんで多分ね。なんでこれいきましょう。これ会話読みます。1つ目はゆっくり、1回目はゆっくり、2回目はちょっと早く、で3回目は普通形にしますね。読みます。会話、私がした通りにしてください。一度茶道が見たいんですが。じゃあ来週の土曜日一緒に行きませんか？渡辺さん、お茶を立ててください。クララさん、お菓子をどうぞ。え、先にお菓子を食べるんですか？ A、 甘いお菓子を食べた後でお茶を飲むと美味しいんですよ。そうですか、ではお茶を飲みましょう。まず右手でお茶碗を取って左手に乗せます。次にお茶碗を2回回して、それから飲みます。はい、じゃあ私がした通りにしてください。これでいいですか？はい、いかがですか？少し苦いですが美味しいです。もう一度ちょっと早く読みますね。一度茶道が見たいんですが。じゃあ来週の土曜日一緒に行きませんか？渡辺さん、お茶を立ててください。クララさん、お菓子をどうぞ。え、
先にお菓子を食べるんですか？ええ、甘いお菓子を食べた後でお茶を飲むと美味しいんですよ。そうですか。ではお茶を飲みましょう。まず右手でお茶碗を取って左手に乗せます。次にお茶碗を2回回してそれから飲みます。はい、じゃあ私がした通りにしてください。これでいいですか？はい、いかがですか？少し苦いですが美味しいです。じゃあ普通形で読みますね。一度茶道が見たいんだけど。じゃあ来週の土曜日一緒に行かない？渡辺さん、お茶を立てて。クララさん、お菓子をどうぞ。え、先にお菓子を食べるの？うん、甘いお菓子を食べた後でお茶を飲むと美味しいんだよ。そうか、じゃあお茶を飲もう。まず右手でお茶碗を取って左手に乗せる。次にお茶碗を2回回してそれから飲む。うん、じゃあ私がした通りにして。これでいい？うん、どう？ちょっと苦いけど美味しい。はい、どうですか？次ですね、練習演にしましょうね。ここね、ここ読んでいきます。では一緒に読みましょう。練習 A。 私が言った通りに言ってください。先生がやった通りに やりました。ビデオで見た通りに踊ってください。母に習った通りに作りました。説明書の通りに組み立てました。この通りに書いてください。仕事が終わった後で飲みに行きます。説明を聞いた後で質問しました。スポーツの後でシャワーを浴びます。食事の後でコーヒーを飲みます。傘を持って出かけます。朝ごはんを食べて出かけます。傘を持たないで出かけます。朝ごはんを食べないで出かけます。日曜日どこも行かないで家にいます。エレベーターに乗らないで階段を使います。仕事をしないで遊んでいます。練習 B いきます。練習 B ね、ここね、頑張ろうね、うん、今言った通りに言ってください。さっき書いた通りに漢字を書いてください。私がやった通りにやってください。先生が言った通りに机を並べました。今聞いた通りに書いてください。料理番組で見た通りに作りました。歯医者に教えてもらった通りに歯を磨いています。図の通りに言ってください。図の通りに紙を、あ、間違った、2番例、もう一度2番例。地図の、図じゃない、地図の通りに言ってください。1番、図の通りに紙を折ります。線の通りに紙を切ります。これ点点点だから点線って言います。ドットラインね。次です。3番、矢印の通りに行ってください。説明書の通りに家具を組み立ててください。3番、例1、お城を見学した後でみんなで写真を撮ります。映画の後で彼女と海を見に行きました。説明が終わった後で質問してください。新しいのを買った後でなくした時計が見つかりました。コンサートの後で食事をしましょう。ジョギングの後でシャワーを浴びます。もう1ページね、練習 B ありますね。これ行きましょう。ここです。はい。いつ忘れ物に気がつきましたか？バスを降りた後で気がつきました。ちょっと水飲みます。おいしい。いつサッカーの練習をしますか？土曜日仕事が終わった後でします。すぐ食事をしますか？いいえ、お風呂に入った後でします。お風呂に入った後で食事します。いつタワポンさんに会いますか？講義の後で会います。
すぐ出かけますか？いいえ、昼ご飯の後で出かけます。5番、コートを着て出かけます。コートを着ないで出かけます。傘を持って出かけます。傘を持たないで出かけます。傘を差して出かけます。傘を差して歩きます。傘を差さないで歩きます。ソースをつけて食べます。ソースをつけないで食べます。砂糖を入れて飲みます。砂糖を入れないで飲みます。エアコンをつけて寝ます。エアコンをつけないで寝ます。ゆうべは寝ないでサッカーの試合を見ました。最近バスに乗らないで駅まで歩いています。ケーキ、最近はがいいか、もう一度。最近は、これなんかこの和はね、強調です。 emphasize as for recently の感じ。最近は駅、意味はね、前はバスに乗っていましたが、最近はなんかこう比較 comparing ね。最近は駅まで、もう一度ごめんなさい。最近はバスに乗らないで駅まで歩いています。ケーキはケーキ屋さんで買わないで自分で作っています。古い本は捨てないでフリーマーケットで売っています。昨日は出かけないで家でゆっくり休みました。次ね、練習 C をやりましょう。ここですね。これ短い会話だよね。ショートカンバセーション。いきます。練習 C の1番。このカレー皆さんが作ったんですか？ A、 友達に教えてもらった通りに作ったんですが、とても美味しいです。ああ、よかった。この天ぷら皆さんが作ったんですか？ A、テレビの料理番組で見た通りに作ったんですが、とても美味しいです。ああ、よかった。このケーキ、ミラーさんが作ったんですか？ A、 料理教室で習った通りに作ったんですが、とても美味しいです。ああ、よかった。2番。課長、ちょっと出張のレポートを見ていただけませんか？今から会議ですから、会議が終わった後で見ます。お願いします。課長、ちょっと出張のレポートを見ていただけませんか？お客さんが来ますから、お客さんが帰った後で見ます。お願いします。課長、ちょっと出張のレポートを見ていただけませんか？もうすぐ12時ですから、昼ご飯を食べた後で見ます。お願いします。3番。明日は休みですね。どこか行きますか？いいえ、どこも出かけないで家でゆっくり休みます。田中さんは？子供をプールへ連れて行こうと思っています。そうですか。明日は休みですね。どこか行きますか？いいえ、何もしないで家でゆっくり休みます。田中さんは？子供のサッカーの試合を見に行こうと思っています。そうですか。明日は休みですね。どこか行きますか？いいえ、どこも行かないで家でゆっくり休みます。田中さんは？友達とテニスをしようと思っています。そうですか。です。ではね、最後ですね、 The last part ね。この問題のページのこのね、読むところを読みます。これはお料理ですね。皆さん、親子丼が分かりますか？親子は、親はチキン、鶏肉で、子は卵のことで、なんか面白い名前ですよね。かわいいよね。では7番読みます。親子丼の作り方。材料1人分、鶏肉 50g、 卵1個、玉ねぎ1/4個、調味料醤油、砂糖、酒、
酒、お酒がいいな、お酒でご飯。1、鶏肉、玉ねぎを適当な大きさに切ります。2、鍋に水と調味料を入れて火にかけます。3、調味料が熱くなったら1の材料を入れて煮ます。4、肉が煮えたら卵を入れます。卵を入れた後で火を消します。5、1分ぐらい経ったら丼のご飯の上に乗せます。皆さんね、これね、親子丼ぶり本当に簡単で時間もかかりませんから、よかったら作ってみてください、ね、面白いですよね。他に多分作るのが簡単な日本料理って何があると思いますか？私は料理があまり得意ではないですからね、私ができる料理はみんなができる料理だと思うので、例えばお味噌汁だけ、味噌スープ、ね、お味噌汁とかすごい簡単ですよね。あとはね、多分これは簡単なんじゃないかなって思うのはお鍋とかですね、鍋料理、ホットポットね、鍋料理はなんか材料を切って、気をつけなければいけないのは、例えばね、だし、スープベースね、だしを必ず取ったらいいと思います。香港でお鍋をするときに、なんかよくスープベースって言いますけど、スープベースってなんか野菜とか入れてますよね、海鮮とかに。そうじゃなくて、日本だとお魚、小さいね、煮干しっていう魚とか、あと昆布っていうね、こういうなんかシートのなんかこんな海藻を入れたりするんですよね。でそれでベースを作って、ここにはほとんどうまみっていうのかな、なんか甘いとかしょっぱいとか苦いとか、それあるよね、それ以外にうまみというのがあって、そのうまみが出てくると言われています。すごく美味しくなります。あとはね、肉じゃがとか、これよく日本の小学生が料理のクラスでやるんですけど、牛肉とじゃがいも、ポテトでしょ、玉ねぎとか、これくらいかな、あと人参とか、人参ってキャロットね、これを入れて、この4つぐらいをもう切って入れて、で醤油とかお砂糖とか、あとみりんとか、これくらいでできちゃう感じの、すごく簡単な料理ですね。本当に美味しくておすすめです。私もできるから、みんなも絶対できると思います。よかったら日本ではオンラインにいろいろな無料のレシピのサイトがあるので、皆さんもね、勉強になると思いますから、よかったら日本語でレシピを見て、で料理してみたらどうでしょうか。何かね、日本料理作って上手にできたら、よかったらコメントから教えてください。私も皆さんが作った料理食べてみたいですね。なんかね、みんなでなんか生徒さんみんなでね、なんかいろんな日本料理を作る、なんだろう、なんかパーティーとかやりたいですね。ね、私の家では最近はやらない、コロナでやらなくなったんですけど、ホームパーティーとかね、よくやって、でみんなでいろんな料理をこうポッラックみたいな、んか持ち寄ってやったりするの好きなんですけどですね、皆さんまた生徒の皆さんもよかったらうちに遊びに来てくださいね。はい、ね、じゃあね、また明日一緒に勉強しましょう。これは34課でした。次は35課読んで録音しておきます。ね、みんな勉強頑張ってくださいね。お疲れ様でした。またね、よかったらLikeしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。どうもありがとう。じゃあね、バイバイ。